地君まさかのあのアンチ力の凄さをちょっと見せつけられたので、ね、はい、ちょっと特技じゃないかなっていうことで、はい、今日は、うん、太一君の暗記を試させてもらいたいなっていうことで、いいでしょう。なんで今日ちょっと暗記力試していきたいと思います。わかりました、はい、どんとこい。一人の企画伸びないんだよな、みんな見てないよな。はい、でしょう。早速、はい、いきましょう。はい、まずはですね、うん、一人買い物ゲーム。あー、手拍子でトントン何々トントン何々何々。はい、基本は2人以上でやると思うんですけど、そうだね、今回はあの瞬発的な暗記力をちょっと太一君にあの発揮してもらいたいなっていうことでですね、はい、1人でそれをやってもらいたいなと思うんですけど、お題まあ3つぐらいちょっとやっていきたいなっていうことで、色、まあ大好きな魚、はい、国、国、その3つちょっと1人でやっていただこうかなと。色、魚、国ね、はい、でまあトントンで、まあ、3秒ぐらいちょっと詰まっちゃったら、うん、終了、ね、終了に。厳しいな。じゃあ行きましょう。はい、お願いします。まずは色で。色、はい、赤、はい、赤、青、赤、青、黄色、赤、青、黄色、緑、赤、青、黄色、緑、黒、赤、青、黄色、緑、黒、茶色、赤、青、黄色、緑、黒、茶色、赤、青、黄色、赤、青、黄色、緑、黒、茶色、金、金色、赤、青、黄色、緑、黒、茶色、赤、青、黄色、緑、黒、茶、赤、青、黄色、緑、黒、茶、赤、青、黄色、緑、黒、茶、金、銀、紫、白、ピンク、あ、違う、紫、白、オレンジ、ピンク、あ、ちょっと待って、オレンジ、赤、青、黄色、緑、黒、茶、金、銀、紫、白、オレンジ、ピンク、モスグリーン。もうダメ？モスグリーン先に来てました。え、どこの？ピンク。モスグリーン、オレンジ、ピンク。ちゃうやん。赤、青、黄、緑、黒、茶、金、銀、紫、白、モスグリーンか。ちょっとじゃあ魚を、うん、魚ね、行って国からじゃあちょっと混ざります。あ、混ざってる、はい、それだったらいけるよ、勝てるよ。一応ですね、今色一人ででもまぁ、あ、ちょっと間とかありましたけど、うん、16個、色が好きでんじゃん。暗記的にはもうそんな問題ないのかなっていうのがあるんですけど、認知症のなんかテストかな。問題あります。魚、はい、お願いします。どうしよう。鮭、鮭、アジ、鮭、アジ、ヒラメ。うわ、これ厳しそう。鮭、アジ、ヒラメ、カレー。鮭、アジ、ヒラメ、カレー、サクラマス。鮭、アジ、ヒラメ、カレー、サクラマス、フグ。鮭、アジ、か、ヒラメ、カレイ、サクラマス、フグ、ロウニアジ。鮭、アジ、ヒラメ、カレイ、フグ、ロウニアジ、フグ。え、終了。嘘でしょ。一番大事なサクラマス抜きました。あー、あー、俺が好きなやつ、一番好きな。むずいわ、一人がむずいわ。一応魚ですね。はい、8です。はい、テンポがどんどん次すぐ自分やん。俺多分対人だと負けないよ。自分との戦いに弱いんだけど。じゃあ国行こうかなと。はい、日本、日本、フランス、日本、フランス、中国、日本、フランス、中国、韓国、日本、フランス、中国、韓国、ドイツ、日本、フランス、中国、韓国、ドイツ、イタリア。日本、韓国、あ、待ってよ、日本、韓国、あ、やばいやばい、ちょっと飛んだ。日本、韓国、中国、フランス、イタリア。ちょっと待って、おっとしちゃった今。じゃあこちらを使いたいと思います。数字か。神経衰弱。うわー、しんど。これもですね、一人でまずは行ってもらおうかなと思います。はい、全部ですね、表向きに出してもらって、うん、5分間暗記してもらいます。はい、でやっぱり太一君野球ルールでいきたいと思うんで、う、三振、3回ミスで、いや、スリーアウトの方がいい。3回アウト取られたんで。3回アウトですね。はい、でチェンジな、チェンジ、チェンジとか負けな、終了ですね。試合終了な。なんで何ペア
いけるかっていうのをちょっと一人で暗記して、はい、ちょっとバン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 行ってもらおうかなと。オブレ君5分で5分行きたいと思います。それでは5分開始します。スタート。ちょっとひっくり返してもらっていい？はい。こちらは分数とかは関係ありませんので、はい、スリーアウトのみになります。いかがな。スタート。ちょっとかね。で、3のまだちょい3のあ、ちょっと待ってよ。3で、4の4で、12のあ、間違ったよ。こっち12。もうちょっと待ってよ。12ね。引きミスだ。88の22でしょ。ちょっと米食っていいのかな。どうだったかな。何だ、5、9か、9で9。よしよしよし、9でしょ。こっからなんだよな。ここがまず、でもこれが、あ、ちょっと待ってよ、これかな。エース、よし、だったらエースだ。よしだろ。ここなんだったかな。 6？ どっちか。うわ、どうやら違うっぽいな。あったか。66で11。あ、11。これどっちだったか。頼む。出した。11で、ここからが難しかったんだけど、7だろ。この7が7や。はい。でしょ。これ3かな。3 4か。あれ、思ってたんちゃう。4。待ってよ、思い出せよ。4はどっくなったら4。この辺にあった気がした。4こう並んでて、4この辺にあった気がするんだよ。斜め下とか。いや、俺ね、4はこう斜め下じゃないと思うんだよ。これだな。いやー記憶、次何？円周率覚えていただきます。それはいけるはず。一応10分でどれだけ覚えれるかっていう感じなんですけど。10分。ちなみに俺一人でやって、はい、すごい多いとか少ないとか分かりません。だよね。僕やってみたんですけど、うん、結構あの桁数まあ長いので、行で言うと頑張っても2行ぐらいじゃないかなっていうところは。やってみましょう。いきます。はい、スタート。終了です。じゃあすぐ、うん、3.1415 を926535897932384646、次は264338327950に、ちょっと待ってね、一回行ってみるね。502884197161、6939975101。合ってる。99のあれ、6939 9399。なんか2つぐらい数字抜けてるね。1つ2418。何だった？3です。あ、そうだ、3だ一般の人より少し飛び抜けてるかなっていうやめても。やっぱりドサンコカルテットメンバーがいるんで、はい、あの辺はアホなんで負けません。あのアホどもには負けません。ちょっと今日はしかもちょっと寝すぎたのか。ああ頭働かないとりあえずはこれで暗記終了となります。はい、そこそこだったろ、普通だったろ。さあ、そういうわけで今日もおじさんいじめられました。以上、ドサンコ夜更かしでした。